昨日の夜帰ってきたんで、まだあんまゆっくりできてないんですけど。でもなんかこう、ゆったりしすぎちゃって、ちょっと締めないとなっていう感じはあります。有名な鶏ご飯が昨日帰ったらありました。お母さんの手料理です。はい。鶏ご飯、美味しかったです。最高です。なんか有名な吉野の鶏飯っていう、なんかおにぎりで売ってるんですけど、それがなんか炊いたやつに混ぜる素みたいなのもあって、それ食べました。練習するか寝てるか。寝るのが好き。寝るの大好き。同級生基本的に仲いいんですけど、誰だろう、九州だったら長峰咲ちゃんとか柏原明日香。九州本当みんな仲いいですね。あ、堀琴音とか、安田彩乃とか。どんな話？全部呼び捨てですけど大丈夫ですか？先輩？同い年です。同い年じゃない。結構ご飯行ったりとか。女子会みたいな。あ、そうです、しょうもない話ばっかりしてます。ゴルフ以外の。あ、そうです。ここは結構グリーン小さいので、まあ、ショットでつけれれば、まあ、バーディーチャンスはたくさんあるんで、あとはどれだけパッティングで決められるかっていう感じですね。もともとショットがすごく得意だったのが、ここ数年あんまり良くなかったんですけど、まあ、少し良くなってきたんで、そこを、まあ、なんていうんですかね、基礎的な練習をずっとやってます。広島に私5年ぐらい住んでたので、そういう関係で、はい、チューピーの時にお会いしたんですけど、まあ、今年はなんていうんですかね、土台を固めて頑張りなさいっていう風に言っていただきました。すごく勉強になりますね。はい、はい、地元大会なので、最終日までしっかり盛り上げられるように頑張ります。ステップアップツアー見るならスカイエー。